こんにちは、すずです。こないだお出かけ行ってスリーコインズとユニクロと無印に行ってきたので、雑貨とか食べ物とかいろいろ購入したので、購入品紹介をね久しぶりにしていこうかと思います。結構マジでいろいろ買ったんで、なんか参考になればいいなと思って撮っていきたいと思います。スリーコインズはあんま行ったことなくて、駅とかにたまにあるやつに待ち合わせ待ってる時にちょっとフラーと見て、すごいこんなんあるんやみたいな感じで見てたんですけど、インスタで見たんですよ。そう、私お掃除動画とかも、あの便利グッズも全部リールでめっちゃチェックしとるんですけど、で流れてきて、インスタではスリコっていうらしいですね。家族で出かけた時に、まあよくあるじゃないですか、モールとかに。で入ってみて、結構あの便利グッズがめっちゃ多かったんで、いろいろね購入しちゃって、まず1個目がてでん、このスリッパを購入しました。モコモコエヴァスリッパ500円です。いきなり300円じゃないっていうアイテムなんですけども、こちら500円のエヴァスリッパです。これはなんか多分外履きとかベランダに履く方が多いと思うんですけど、私は来客用スリッパにしようと思って購入しました。来客スリッパあったんですけど、この間思い立って捨てて、布のやつを来客用スリッパ使ってたんですけど、ちょっと汚れっていうか、やっぱスリッパ足元私めっちゃ気にするタイプなんで、洗えるスリッパがいいなと思ったんですよね。ちょっと足元気になるじゃないですか。まあいろんな来客の人がね、まあ例えば家のなんやろ、 Wi-Fi 修理とかクーラー潰れたとかなんか来てもらう時に、いろんな人に履いてもらうじゃないですか。普通に友達も履いてもらうし、いろんな人が履くんで、ちょっとその都度洗えるタイプがいいなと思って、このビニール素材の布タイプ卒業して、お、いいやんこれと思って、最近こういうモコモコ系見ますよね。これを来客の人に使ってもらうかと思います。自分的にこれそう探してたんで、あると思って、なんていうの、ピンクベージュかな、ピンクベージュっぽい感じで、真っ白よりはなんかいい感じかなと思って購入しました。これを2つ、ちょっと履いてみようか。あ、いい、今履いてみたんですけど、めっちゃ履き心地いいです。めっちゃ軽いしフィットする、軽くてフィットするんで、めっちゃいい感じ。自分たちもこれにしようかなっていう感じです。洗いたいんで。スリッパがね、やっぱなんかこうね、そう、私変に神経質なんで、やスニーカーもこうどっかで脱いで、それをまた履いて、で私すぐ靴下脱ぐんですよ。帰ってきたらすぐ靴下脱いでまた履き替えるんで、じゃあスリッパっていうのもなんかあんま好きじゃなくて、そうやって靴下を脱ぎ着して、そう、神経質が発動するんですけど、いろんなところで脱いで、またそのスニーカーを履いて、また家に上がってっていうのをあの妄想しちゃうんで、これやだったら一回一回あの洗えるんでいいかなと思ってこれ購入しました。これは結構いい買い物したなっていう感じで、500円やし、なんかスリッパで地味に結構するじゃないですか、揃えたら。で自分たちにもちょっと買おうかなと思います。いい買い物しました、こちら。で次がこちらのマグネットペーパーホルダーを購入しました。これなんぼやろ、なんかずっとあのキッチンペーパーをこう縦置きにしてて、何も工夫せずにポンってキッチンに縦置きして置くの嫌やなと思ってたんですけど、こう冷蔵庫の横にあんま目立たないんで、冷蔵庫の横につけたいなと思って購入しました。これはね、買うときダダに、これ買うんみたいな感じで言われたんですけど、ちょっとキッチンはね、私の領域なので、あのキッチンはもうこちら買うっつって買わせていただきました。ダダはちょっと微妙そうだったんですけど、でもこうなんかシンプルで、ここがマグネットなんで、そう、後ろが、ね、マグネットなんで、こういうが冷蔵庫ここのあるんで、こうペタッとくっつけて、でキッチンペーパータオルでもいいって書いてたんで、私的にはスリムでシンプルでいいんじゃないかなと思います。これ何倍だっけ、300円やったっけ。スリーコインズって結構1000円だ、500円の商品があるんですけど、これは、あ、300円です、これ。なんか500円ぐらいしそうなんですけど、300円って書いてました。こちら購入しました。これでね、スッキリするかと思います、キッチンが。これも結構私的にいい買い物できたなっていう感じで、嬉しいです。こう、ペタッとくっつ。ちょうど、あの、スペースも空いてるんで、使いたいと思います。次が、こちらのトマトケースを購入し、これは330円です。トマトを買ってきて、スーパーのトマトってなんか、トレーに入ってビニールじゃないですか。で、私、野菜室で小分けにせずにめんどくさがりなんで、レタスは、こういう、あの、ニトリのやつに、大きいニトリのやつに、よく Vlog に登場する、あの、ニトリのやつを使ってるんですけど、トマトは、そんなに工夫してなくて、ビニール破って、で、トレーをそのまま野菜室に入れて、取ってたんですけど、散らばるんですよ。野菜室掃除しようかっていう時に、なんか、謎にトマト転がってたりするんで、トマトもこれいいやんっていうことで、なんか、ニトリのやつはね、1000円ぐらいしたんですよ。多分、1200円か1300円ぐらいしたんですけど、まあ、あれは結構気に入って使ってて、やっぱ、野菜分けたら、買ってきた時に、ああやって野菜保存するやつに入れてたら、なんか野菜取り出すの楽やなと思って、トマトのあってめっちゃちょうどいいやんと思って購入しました。そう、これもね、レタスのやつあったんですよ。こう、もう一回り、もう二回りぐらい大きいレタスの同じ感じで、でこれブロッキング
ロッキングなんて言うんですか、このカパってこう大きいやつでトマトこうはめれるよみたいな感じでちょっと買いかけたんですけど、でもあのニトリのやつあるしと思って今回はトマトのやつだけ購入しました。それどこのですかってニトリの使ってたらあの質問いただくんですけど、持ってなかったら私こっち買おうと思って、なんかいいじゃないですかこの綺麗に重ねれるっていうのが激アツだなと思ったんですけど、まあまあトマトだけでいいや私はと思ったんでこちら購入しました。こちらも300円です。スリーコインズすごいですよね。ここにトマト入れて洗って入れてそのまま直すっていう感じで、まだ使ってないけど早く使いたいなと思っております。そう、スリーコインズと今日の商品実はいつやろ先々週くらいに購入したんですけど、撮ろうと思って結構眠らせててずっと撮影して全部使えるのが楽しみです。で次はあこれ次はこの、何でしょうか、まな板2枚を購入しました。これはねなんか結構細かいもん切るときが多いんですよ。なんかこう一気に料理したけど息子なんかトマト食べたいとか言ってトマトちょっと切るとか、あとバナナとかキウイ食べたいとか、そうフルーツもう料理終わった後に言い出すことがよくあるんで、今みたいな時もまな板も全部洗ったけどみたいなタイミングで言う時にこのちょっとしたやつめっちゃ便利やなと思って購入しました。でなんかこう色も邪魔にならないホワイトベージュみたいな感じで、こういうのなんか小さいのさっと洗って、あとネギとかトマトとかネギとかフルーツちょっとカットしたいっていう時に便利やなと思って購入しました。でねこれ便利機能がカット後にこの穴で水切りできるんですよ、こうシャッと。私は使わないと思うんですけど、あとはスクレーパーとしても多分こうすくって、なんかネギとか細かいみじん切りしたものをこうやってすくえるタイプと、でおろし器ついてるんですよ。最近寒くなってきたんで生姜とかをね料理にね吸って入れることが多いんですけど、ここでね吸って生姜とニンニクとかまな板で分けたいなって感じじゃないですか。なんかお肉は私結構そんなまな板使わずもうカットしちゃうんでハサミで、生姜ニンニクとかちょっと匂いきつい系はこっちでやろうかなと思います。でこのまま擦れるって言って、で料理にパッパッパッと。そう私も最近ねニンニクとか生姜とか体温まりそうで元気出そうな系をとにかく入れ込んだりするんで、こちらを使いたいなと思います。あとなんかお弁当のおかずとかそんな大きいまな板出さんでもいいよっていう時、まな板よいしょって出すの結構嫌やなっていう、キッチンってストレスなんでこれいいなと思って購入しました。これは2枚で300円です。税込み330円です。これはよくインスタリールで見て買いたいなと思う味噌マドラーです。さっきの多分トマトもインスタのリールでスリコリールで出てきたんですけど、でこれ買いたいと思って、マドラーの存在は知ってたんですけど、なんか990円するぐらいのイメージだったんで300円やったら買おうと思って、そうずっと存在は知ってたんですよ。この味噌マドラー990円やったらまあスプーンとお玉でええんちゃうと思ってたんですけど、そういつもはスプーンですくってでこのお玉でカッ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 カってやってたんですけど、これやったら味噌すくってこのままピャーっとやるだけなんで便利だなと思って、そう300円っていうのが熱いですよね。こういうねちょっとしたことが料理とかのストレス減るかなと思って300円でできるっていうのが気に入って購入しました。で次はこのそうかわいいね、これ何でしたっけ、ジップロック、ジップロックは商品名か、なんかあの袋ジップロック系のチャックついた袋を欲しくて、なんか息子の保育園とかにそう持っていくちょっとしたものとかをまあちびっこ喜びそうな感じのキャラクターとかにしたら喜ぶかなと思って、そういつも、ね、私渋いライフとか日用品で買った普通の次袋めっちゃ渋いやつとか、あとあの頑張ってイケアとかなんかニトリとかだったんですけど、これはちょっと息子ミッキーやったら喜ぶかなと思って購入しました。ちょっとしたものなんかあるじゃないですか、なんか持っていくようなこんな感じです。服汚れて保育園から借りてましたみたいなとか、でも多分保育園はそのまま持ってきてくれた方が嬉しいんですけど、行事ごととかなんか持ってきてとか言われた時によく細かくてそのままカバン入れるのもなと思ったんで可愛いんで購入しました。あとはなんかまあ旅行のあの結構私こういうチャック付き袋に結構入れ込むんで、旅行の小分けしたいものとかをここに入れようかと思います。こちらも300円です。次は2つね USB ベージュの車の USB を買ったんですけど、それも違う動画に載ってるのでちょっと切り取りたいと思います。あとダガーが車の雑貨系を買って USB と車の中でご飯を食べることが多いんですけど、ダダのテーブルが欲しいと、まあ、マクドとかなんかドライブスルーしてそのまま食べるって自分の膝に置くんじゃなくてハンドルにつけるやつを購入したんで、ちょっとカットして載せときたいと思います。ダダが机を欲しいってカパッとこうやって、あそうやってはめるんか、だからいける。あとこれはケーブル短いやつを購入しました。あ
スリコ。次が、あ、スポンジ。なんか私スポンジをね、ドラッグストアとかでね、スポンジ買うんで、なんか結構真っピンクとか、真オレンジとか、そう、なんかスリコやったらちょっとデザイン重視というか、まだちょっと見栄えいい感じのスポンジがあったんで、これ使おうと思って、グレーとベージュのやつを購入しました。なんか泡立ちはちょっとわかんないんですけど、まあまあまあ、300円です。そう、ドラッグストア行ったら結構たまに、ちょっと見栄えまだ、ね、ベージュとか、あんま邪魔せえへん、キッチンの感じを邪魔せえへん色とかあるんですけど、最近こだわりなさすぎて、真ピンク、真オレンジとかを使ってたんで、キッチンの雰囲気邪魔しなさそうなやつを購入してみました。300円です。次は、前回の Vlog でも言ったんですけど、セルフジェルしてたら、爪がペラペラになってきて、剥がし方が多分雑いから、ペラペラになってきて、最近ずっとマネキュアを塗ってるんですけど、そうしたらね、だいぶ復活してきて、もうペラペラじゃなくなったんです。3、4ヶ月ずっとジェル休んでたら、結構もうしっかりどうしようっていうぐらいペラペラだったんですけど、戻ってちゃんと頑丈になってきました。でもなんか結構最近マネキュア結構簡単に剥がせて塗れるんで、なんかいいなと思って、なんかジェル1回やったら1ヶ月3週間ぐらいずっと同じ色なんですけど、まあそれも楽なんですけど、で3コインズでネイルあると思って、でこれで、ね、まさかのね1個150円なんですよ。やばくないですか。なんかネイルホリックやったっけとか、この間 Vlog に出たサリーハンセンやったっけ、なんかあれは多分600円ぐらいかな、600、700円ぐらい、それでもなんか安いと思ったら、これまさかの150円が登場して思わず買ってしまいました。150円でマネキュア買えるってやばいですよね。まずはね、色見たい時は足で試すんですけど、なんかこういうオーロラっていうんやろか、なんかピンクっぽいラメので、これはマスタードで、これはちょっとなんかキモ色してるんですけど、今多分塗ったら大丈夫、まずベージュ、ピンクベージュみたいで、あれなんか同じの2個買ってる、同じの2個買ってますね。8391。同じの買ってる。私こういうのマジでするんですよ。なんか同じもん買うみたいな。この間もなんか同じもん買って、間違って。まあまあまあ、こんな感じで150円のネイルは、また Vlog とかに感想を載せたいと思います。3コインズはこれで終わりでございます。で、次が、無印を紹介していきたいと思います。無印もね、いつも買うもん一緒なんですけど、で、まず私のお気に入り。また見せたもん買ったんですけど、私これどう思ってこうたんやろ。コーヒー豆と思って、思いっきし粉買ってます。カフェインレスコーヒーが欲しくて、てか持った時に気づけよって感じなんですけど、豆か粉ぐらい、多分でも粉入れるとこあるんかな、フィルターとかだるいじゃないですか。豆やったらねガーッと入れるだけなんですけど、え、豆あったんかな、逆に豆見て粉手に取ったんかな。マジでだいぶアホなんですけど、こっちを購入してしまいました。無印のねコーヒー豆マジでコスパ良くて、もう結構リピートしてるんですけど、500円ぐらいで 200g 入って500円ぐらいなんで、しかも美味しいんですよ。しかもオーガニックコーヒーっていうところが激アツで、安い、美味しい、しかもオーガニックっていうところが最高なんですけど、ダーク豆と、でこれね前間違って、それを間違ったんですけど、ラテオブレンドっていうやつの豆を買ってしまったんですけど、ブラックで飲んでも美味しかったんで、そう、本当はラテオらしいんですけど、私またこれもブラックで飲むように購入しました。最近豆は無印で買うのにハマってます。私のコーヒーの好みはマジでガツンと香ばしくて、ガツンと苦いやつが好きなんで、コーヒー、ブラックコーヒーなので、こちらを購入しました。次が、まあ無印といえばカレーっていう感じで、前回からなってるんです。簡単にご飯めんどくさい時に家にあったらちょっと安心っていう感じで、カレーのルーを買ってるんですけど、クラウンマサラ、エビのクリーミーカレーを購入してみました。無印のカレーは外れないかなっていう感じで購入しました。2つと、これも美味しそうなんですよ。どっちもエビなんですけど、ホタテとエビのビスクカレー、もう名前が美味しいじゃないですか。ホタテとエビ間違いないです。これ結構しかも私たちの中でちょっと値段するやん若干みたいな感じだったんで、いくらやったやろ、また載せておきたいと思います。お昼ご飯とかめんどくさい時はこれをウーバー代節約みたいな感じで購入しております。で、またコーヒーかよみたいな感じなんですけど、オーガニックコーヒーカフェインレスドリップ、これはキャンプ最近また行こうかなっていう感じで思って、でまずデイキャンプからしようやと思って、そう、秋やし季節いいんで、デイキャンプとかピクニック行った時に使おうと思って、粉引くのはちょっとだるいんで、もうドリップで、そう、なんかキャンプ行った時って冷えるから、温まりたい時にコーヒー飲みたいけど、なんかカフェインちょっと嫌やなと思ったんで、カフェインレスのやつがあったんでいいやと思って購入しました。もう季節がねいいんで早く行きたいなっていう感じなんですけど、で次はユニクロルームウェアとかの薄いパンツが結構もう寒くなってきたので、このいい感じのこれね、結構ま真冬は多分普通に寒いんでモコモコとかの方がいいんですけど、フランネルパンツ1990円購入しました。これでスウェットとか可愛いなと思って、
M サイズをね購入して、私 159.8 でほぼ160センチの身長なんですけど、この M サイズ結構いい感じで、ゆったりした感じで、こちらにね部屋着を変えたいと思います。部屋着のパンツ結構ね私常に家いるんで、あのよく履くんですよ。パジャマから着替えて部屋着になるとき、これめっちゃいいなと思って、あったかい、まだなんかこう秋やったら乗り切れる感じで。であとこちらの赤色を購入しました。でセールやってたのかな、1990円で1290円になってて、いいやんと思って、1000円ちょいでルームパンツ買えるのめっちゃいいやんと思って購入しました。これもあの Vlog に登場すると思うんで、真冬までは乗り切ろうと思っております。真冬はね多分寒いんですよ今なので、めっちゃ今これめっちゃ下ろしたくて、ずっとでも撮影してないからとりあえず置いてたんですけど、もう速攻履きたいなと思います。サイズもちゃんとあの試着できたんでいい感じです。これめっちゃいいかも、マジでおすすめおすすめっていう感じで、今日はあの 3COINS と無印と、ユニクロを紹介してみました。また皆さんのおすすめもあったらぜひぜひ教えてください。とりあえず 3COINS はほぼ初めてしっかり行って買ったんですけど、この便利グッズこんな300円であるみたいなアイテムがたくさんありました。なんか皆さんの参考になれば嬉しいです。ではまたどこかの Vlog でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。さよなら。